皆さんこんにちは。これより行政書士合格のドリス野畑のズバッと重要論点ポイント解説講義憲法編第4回の講義を行っていきます。よろしくお願いします。はい、ということで早くもね。憲法最終回ということになるんですが、ここまで勉強の進捗はどうでしょうか？こう思ったより進まないなっていう方もいるかもしれませんが、あのまずはねこう。早く進めることも大切なので。 なんか勉強を始めて進みが悪いと思う方は、こうゆっくり読みすぎているかもしれません。まず1回目はざーっと読み通していって、2回目からじっくり読むことによって、こう学習のペースもつかめますし、理解も深まると思うので、まあ、少しペース遅い方はこう早めに読む癖をつけていただけるといいと思います。はい、では今回、えー、勉強していくテーマとしては、はいえー、衆議院の解散ですね。 これ噂の年にちゃんと言われてもさっぱり意味がわからないということがあるかもしれないんで、今日その謎も暴いていきたいと思いますが、はい、見ていくテキストページはこちらです。102ページのところで内閣ですね。こちらを出してくださいとで。まず確認事項なんですが、国会と内閣の関係がどんなものかと言いますと、まず私たちが選んだ代表者が国会議員であると。 でその国会議員の中から選ばれているのが内閣総理大臣ですね。でその内閣総理大臣があ大臣を選んでいくという形ですから、まず国会と内閣の関係は非常に近いですよね。国会がこの人は大丈夫と選んだ人が総理大臣してますから。はい、国会の信任の上に内閣は成り立っていると考えることができます。はい、そこをまずね、理解していただきたいんですよ。 まあ細かいことを言うと、まあ、赤字のところが出ますけどね。まず国会として内閣総理大臣を選ぶのは必ず国会議員から選んでくれというのは決まっています。あの衆議院からとか参議院からって決まりはなく国会議員からですからね。そして内閣総理大臣が大臣を選ぶんですが、ここは過半数は国会議員からですから、あのその道の専門家を選んでいくこともできます。 大学教授を選んでいくこともできますからね。はい。そこは確認よろしいでしょうかで。今回は国会と内閣の関係が基本的には良好であるはずなんですが、こう、いろんな表紙でね、こう、うまくいかないケースもあったりします。その時に、えっ、ー、と、取り得る手が、105ページのところで、内閣不信任決議ですね。国会としては、 この人なら大丈夫ということで内閣総理大臣選んだんですが、うまく行政活動してくれない。となると、まあ、そんな内閣総理大臣は首ですということを突きつけることができます。はい。例えば、こう下にスライドしていきますと、この講義使いがありますね。これすごくいい講義使いで、これをしっかり理解しておくといろんな問題に対応することができますと。ということなんですね。で、例えば、 衆議院で内閣不信任決議が出ると。あの、衆議院でしか不信任決議出ませんから、これは国会のページで勉強していると思いますけども、衆議院の優越で、衆議院しか内閣の不信任決議出せませんと。で、衆議院でこう内閣やめなさいっていう不信任決議を出したとき、えー、内閣側としては、10日以内に、じゃあ衆議院も解散でもう一回選挙し直しだって決定をするかしないかです。 どちらが正しいのか、国家が正しいのか、内閣が正しいのか、一旦解散して、国民に聞こうじゃないかっていう解散決定するかしないかですね。そこでしなければ、そこで内閣は総辞職です。まあ、自分の幕を認めているのが、この最初の下のところね。で、今回まず10です。10。ちょっと赤だから見にくいですか。えー、っと、見えますか ?10 ですね。まず10です。 10日以内に解散の決定をするとなると、次、40日以内に衆議院の総選挙をします、はい。で、そして30日以内に特別会という国会を開いていくという流れなんですね。まず、10、40、30、10、40、30ね、これ何を意味するかです。 ちゃんですよえっ,て、ねはいえー、っとででででししししょ30でしょょがとちゃんですよ、はいあのー、これ何年か前に普通に授業をしながら突然思いついたんですねこの話をする中で「あとしみちゃんじゃないか」って言って「ねこれとしみちゃんで覚えたらすごくいいじゃないですか」って言ったらもう講義がもうシーンとしてね誰も終わらないんですね。 あの皆さん、真面目に聞いてますから、誰も笑わないんですね。もうすごい空気が冷え込んだ状態で講義続けましたが、えー、皆さん、画面越しで多分冷え込んでますね。あ,のあったかい格好して聞いてください。はいじゃあ、戻して、としみちゃんね。で、としみちゃんなんですが、えー、まず横の流れいきましょうか。えー、40日以内に衆議院の総選挙をして、そこから30日以内に特別会って開くんですね。この特別会なんですが ちょっと該当ページまた少し戻していきますけど、えー。93ページを開いてもらってもいいでしょうか。93ページね。で国会のテーマで、国会の種類ってものを勉強したと思うんです。通常国会、上会と臨時国会と特別会ね。この3つ勉強したと思うんです。で、見てもらうと、 特別会っていうのは、この一パターンしかないんです。つまり、先ほど説明した衆議院の解散総選挙後、30日以内に招、はい、集されるのが特別国会ですで。右下の方にワンポイントがありますがあの、任期満了の総選挙後の国会は臨時国会なんですよ。もう一回言いますね。 はい、あの解散・総選挙後に開かれるのが特別会で,で、まあ、衆議院の任期4年ですから、4年間真当全、まっとうにすべて終わって、そこで、まあ、総選挙をするときは、開かれる国会、臨時国会ですね、これ違うんですよ。で、覚え方がっていう方いるんですが、こう考えましょうか、ここは語呂じゃないですよ。 今の現状だと、ほとんどがこの解散総選挙をするケースなんですね。まあ、今のところ、あの戦後1回しか任期満了したことがないんです、衆議院って。どっかで解散されてますっていう。ことから考えると、ちょっとイメージがつきにくいかもしれませんが、憲法を作った人からすると、任期は普通全うするんですよねと。解散っていうのがすごいイレギュラーで、任期は基本全うするんだと考えれば、 解散するってめったにないんで、その後開かれるのは特別な会なんですね。めったに解散なんかないから、開くのは特別会ですっていう。そうじゃなくて、まあ、任期満了は普段任期満了するはずだから、その後の国会はまあその都度臨時に開く臨時国会だってことで、そういう発想らしいんですよ。だから、どちらかを覚えればいいので、まあ、解散がすごくイレギュラーだ。だから開くのは特別会だっていうことで、 覚えておくといいかなと思います。はい。これ、せっかくだからセットで押さえておいてください。はい。ではあ、ページ戻しまして、105ページ見ていきますが、としみちゃんで特別化ですね。としみちゃんで特別化です。つまり、覚え方。私にとって、としみは特別なんですと。ね。 はい。あの、もし、この動画の主張の方で、としみさんいたらすいません。としみは特別なんです。という形なんですね。はい。もう完全に、もう画面の先は凍りついてますけど、まあ、覚えやすい。としみは特別です。はい。ってことなんですね。で、その特別会が開かれるときに、今までの内閣ってそこでやめるんですよ、やっぱり。つまり、えー、衆議院で不信任決議があったりした場合、 解散決定をしなくてもしても、いずれ総辞職しますっていう。で、総辞職をした上で、新しい首相が指名されます。というのが、この流れです。どういうことかと言いますと、この、衆議院の総選挙で新しいメンバーが選ばれてますよね。まあ、つまり、今までの内閣のやり方が正しいと思うんだったら、 きっと次の衆議院総選挙で、まあ、与党となるのは内閣を構成している、まあ、与党ですよ。うん、となると、まあ、おそらく同じ政党の同じ人が首相になりますよねって話です。もし今までの内閣のやり方がおかしいと思うならば、きっと政権交代が衆議院選挙で起こりますから、その後で選ばれる首相っていうのは、また違った政党の違った人ですよねっていう話。 新しいメンバーがいるので、そこで改めて、まあ、あの、首相を選ぶ、内閣を選び直さないといけないんで、だから、今までの内閣は結果的に総辞職をしますという形です。はい。この流れとね、理解をしていただくといいと思います。はい。で、一応これ確認なんですが、こう、東海内に解散の決定した後、特別会開かれるまでは、 衆議院はないんですよね。解散してます。で参議院はいるんだけど、閉会してます。同時活動原則っていうのがあって、衆議院がなければ参議院も閉まってるんですね。で、この間でどうしても決めなければいけないことがあれば、そこで参議院の緊急集会を開きます。はい。内閣が召集します。内閣が開きます。 はい、緊急集会で決めていくとただ、過去に2回しか緊急集会開かれたことないんで、この短期間ですからね、短期間でどうしても決めなきゃいけないことは数少ないですから、過去には2回しかないということも押さえておきましょう。はい、というのが1つの流れなんですね。ただ、少し追加をしておくとすれば、今回は不信任決議が出てから解散決定するっていう方向性で見てきましたが、必ずしも、 衆議院で不信任決議が出ていない状態で解散することがありますと、まあ、どちらかというと、突然解散するケースも多いですから、うんまあ、この衆議院で不信任決議が出なければ解散できないわけではないことも、改めて押さえておいてくださいという形ですね。はい、ということになっていきます、はい。これで憲法4回分がおしまいということになるんですね。 もちろん本当はもっともっとたくさんお伝えしたいことはあるんですが、まあ、こんな形で、憲法4回以上ですということになっていきますね。で、この次、皆さんにお会いするのは、民法という科目になりますけれども、また民法は民法で勉強の仕方変わってきますので、また民法の最初の講義のところでは、民法の勉強の仕方について話をしていきたいと思いますので、まあ、そこまでねあの、どんどんと勉強を続けていただければと思います。 はい、ではまず憲法をね、全4回分終了ということで、ひとまずお疲れ様でした。また民法でよろしくお願いします。